佐渡屋さん、ショコラでございます。今日は夕方スーパーにちょっと行こうと思って撮っています。だいぶ気温差が激しくなってきましたね。日中は風が多分なかったと思うので、半袖で過ごしてる人もいたんじゃないかっていう気温ですね。僕は家出てないんでわかんないんですけど、家の中で T シャツで過ごしていて、一回ドアを出て、まあ、ちょっと寒い、いやちょっとじゃない、結構寒いと思って適当にアウターを羽織ってきましたけれどもね、そんな気温ですよ。さあちょっと僕が、お腹が空いてスーパー行こうとしてましたけど、ミニもちょっとエンプティーがついてしまいました。今日何曜日なんだろうな、曜日感覚が全くないな。今日はちょっとスーパーへサラダチキンを買いに行こうとしています。なんかこう年を取っていくと肉から魚へなんていうね、例文としてありますけど、僕魚食べないんでその感覚は全く分かんないんですけど、最近ちょっとインスタントラーメンとか、あとペヤング UFO とかその辺のやつを食べるとき、3口目ぐらいまではすごい美味しいんですけど、なんか考えると最後の方が結構なんでしょうね、飽きてるっていうか、まあ飽きてはないんだけど、ちょっとこう最初の初級のそのガツンというものがなくなってきていると言いますか、これを通称胃もたれというんですかね。2日目辛いとかっていうのはさすがに僕もわかるんですけど、食べる瞬間からそのもう飽きてしまうっていうのは最近起きた出来事でして、これは一回リフレッシュしなければいけない、1週間ぐらいこう体の中をきれいにしないといけないと思いまして、サラダチキンを朝昼晩と、まあ、正確に言うと何でしょうね、お昼前、おやつ前、夕飯前、寝る前、それぐらいですかね。結構食べてるな。寝る前はちっちゃな、なんかお土産とかによくあるようなちっちゃいやつを食べますけどね。だからまあ3食ぐらいなのかな。ちょっとそれをサラダチキンに変えてちょっとリフレッシュしようかなという点ですね。最近寝る前に YouTube を見るのが増えまして、なんか例えば急上昇だとかさ、みんなが知ってる誰々とか、そういうのは僕全くちょっと知識がなくて追いついていなくて全然わかんないから見てないんですけど、なんかジェット大輔さんをはじめとしたこう写真カメラ系のプロの方々、あとはその僕が使ってる動画編集ソフトのプラグインを説明している海外の YouTube クリエイターの方だったりとか、どちらかというと身近な、僕の身近なハウツーをよく見るんですけど、そんな中でそれをこう見ているとおすすめに昔すごい好きだった人がいたなと思いまして、アップバンクのマックス村井さんをはじめとしてやってた頃に、例えばコスケさんのチャンネル、マミルトンさんのチャンネル、愛高橋くんのチャンネルとかってある中にバイヤーチャンネルっていうのがありまして、バイヤーの盾さんという方がいた時のチャンネルがあって、僕それがすごい好きで、例えばパズドラだモンストだっていうコンテンツとしてマックス村井チャンネルを見ていたというよりかは、どちらかというと一つの会社の形としてすごいなって思って見てて、その中で好きになったのがそのバイヤーの盾さんだったんですけど、その方っぽい人のサムネでおすすめ動画であるけどマックス村井チャンネルおよびバイヤーチャンネルじゃないと思って押してみたら、バイヤーの盾さんが個人チャンネルを持ってらっしゃってフリーとしてやられてるんだと思うんですけど、それを見つけてからちょっとハマってしまいましてね、人としてすごい好きになった方を久々に見るこのワクワク感、なんかこうアップバンクにいた時代は iPhone の製品便利グッズなど紹介してたんで、まあそれも多分趣味となり好きなこととなり、それは継続的に行ってるんですけど、こうドローンとかね、なんかフォトキナに行っていたりとか、なんかすごいなと思いましてね、それを最近はちょっとずっと見ちゃってます。さあそんなお話をしているともう日暮れになるのかな、今夕方の5時です。ちょいちょいとヘッドライトがついてる車がいたりいなかったりしますんで、多分そろそろカメラの映りも悪くなってしまうんでね、今日はこの辺で終わります。はい、それではショコラでした。また明日ごきげんよう、バイバイ。